はい、それからあと最後にですね、4.5.2 節120ページにはベクトルの外積がありますが、一応これほぼ記号の定理だけでそれでさっと流しておきます。でこのベクトルの外積はですね、こういう3項の数ベクトルがあったときに、そのうちの2項の要成分で作った行列式を成分とするようなものを、外積と呼びますという性質、定義でして、これは多分数学リテラシーの授業でも出てきたと思いますので、適宜復習しておいてください。一応この外積っていう、この外積はですね、この OP と OQ と直交して、長さはここで定まる平行四辺形 OPRQ の面積に等しいという性質があります。あとこの3項数ベクトルの外積に関してはこういう性質がありますよっていう紹介ですので、とりあえず今すぐにはそんな少なくともこの線形代数の数学の授業ではそんなに使わないので、一応確認程度に留めておきます。あと、N 項数ベクトルの直交の定義がここに出てきておりますので、触れておきますと、これ2項の数ベクトルと時と同じですね。N 項の数ベクトルが直交するとは、この U1、V1 の積から UN、VN の積の和が0になることを言うというわけです。はい、ここまでがですね、第4章の内容となります。で、以上でまず第10回のまとめです。今回は行列式の発展ということで、固有多項式、固有値固有ベクトル、クラメールの公式、あと多重線形性と行列式について扱いました。で、多分今後最も大事になってくるのは固有値と固有ベクトルのところだと思いますので、固有多項式が計算できるようにしておくこと、それから固有値と固有ベクトルも簡単なものは計算できるように一通り理解しておいてください。さて、これでですね、一応線形代数1の授業が一通り終わりましたので、どういったことをやったかというのをまとめておきますと、N 項数ベクトルとですね、行列から入りまして、で連立一致方程式を解くっていうのをですね、この行列の計算に帰着させるという話をしました。で、その行列の計算の中で、例えば行基本変形を行って簡約階段行列に行うとか、それから列基本変形を繰り返して回数標準形に直すということで、その行列のですね、見やすい形にして、例えばランクとかですね、そういった概念をこう見るという方法を学びました。ですので、このランクなどの情報からですね、連立一致方程式の性質が分かるということも学びました。あとは、置換とですね、行列式の定義を行って、あと固有多項式、固有値、固有ベクトルという概念について、ざっと見たという感じですね。で、これから皆さん線形代数2や3を履修していくと思いますけれども、この先どういうことがあるかというと、まず N 項数ベクトルの集合として表していたものが N 次元数ベクトル空間として扱われることになります。これからそのベクトル空間という世界をですね、より詳しく勉強していくことになります。また行列ですね、ベクトルに行列をかけるといったようなことをやりましたけれども、これは線形写像という概念になりまして、この線形写像のいろいろな性質を学んでいきます。でさらに、数ベクトル空間ですね、こう N 項数ベクトルを扱った数ベクトル空間からより一般のいろいろなものをベクトル空間として扱うという話も出てきます。で、あとは、内積といった概念もありまして、それから固有値固有ベクトルを使って行列の対角化を行うといったような話もあります。で、この辺ですね、例えば内積とか固有値とか固有ベクトルとか、あったらこういった話っていうのは現在のですね、AI 技術にも深く関わってくると思いますので、皆さんそれぞれの専門分野で使わない人も、もしかしたら AI 関係なんかにこう携わると使うかもしれませんので、そのつもりで、いろいろ学んでいくといいのではないかと思います。ということで、この短い期間でしたけれども、なかなかですね、時間が足りなくてですね、いろいろ喋りきれないところがいろいろありましたが、一応数学的な内容と、それから数学ってこういう学問ですよっていう話をちょっと紹介したつもりですので、これからも皆さん数学もですし、それぞれの専門分野の方を学んでいかれると思いますが、皆さんがですね、これからそれぞれの分野でご活躍されることを願っております。
ということで、これで線形代数1の講義は終わりたいと思います。お疲れ様でした。